よっしゃ、始まりました追いかけるフェローズステーション。今回はフェローズの番になります。1ヶ月空いてからの2度目の放送ということで、気合入れてきましたので本日もどうぞよろしくお願いします。なんかね、雨すっごかったっすね。危ない、もうちょっと遅刻しそうでした。傘を買って、ダッシュで傘を買ってべちょべちょになりながら、こっちまで来ました。ですけどね、あの空と今日のゲストの一星は多分1時45分から50分ぐらいに来るんじゃないかなと、思っておりますが、まあ、なんで一星を選んだかっていうとね、今回、葵からフェローズの方に移籍ということで、晴れてフェローズメンバーになれたということでね、一星君を選ばせていただきました。彼ら盛り上げてくれると信じております。高橋にお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。昨日でね、25歳になりました。あ、もう時間的に一昨日になっちゃいましたね。あの鉄板ですけど、あの今日俺も、あ、今日じゃない、その一昨日のことでね、一昨日のことで、あの今日俺も誕生日だからもう何でもありだと、だから散々はちゃめちゃしてきました。はい、全然大丈夫です。何の喧嘩は分かりませんが、高谷さん楽しかったですか。ありがとうございます。この間は高谷さん楽しかったですってことはいつもつまんないってことかな。はい、本気を出したいと思います。いや喧嘩分かんない。痩せました。前も言ったけど、もうなんかもうデブステーションみたいになっちゃってるから、もうデブの会話になっていつも、あの11キロ2キロ痩せてから、3キロ太ったとか言いましたけど、そこから2キロ減りました。なんでもう今もうガリガリです。これからモテをなりたいと思います。ということでね、まあすごい自分も気持ちいい感じになって、まあキリいいなと思ったので、この辺で一旦ねちょっと区切りたいと思います。それでは、オープニングの方どうぞ。コメントをパンパン読んでいきたいと思います。悩むな、どれからいこうかな。すごい会話広げやすい会話なので、リアルバースデーは何したんですかというところを、まず突っ込ませていただきますと、12日誕生日になりましたが、普通なんかこのなんかでも誕生日のじゃお祝いだとしても、まあ、むしろ言ったらもう友達と遊ぶ時ってもう事前から予定組んだりするのが大半だと思うんですよ。まあ、ノリで場面でも今から飲み行こうぜとかってあるとは思うんですけど、11日になるまで、あ、違う、10日になるまでもう予定が全くなくてですね、はい、これどうしようかなと、まあ、誰かしら誘ってくれ、まあ、地元の友達だったりとか、まあ、店のみんなもいるし、まあ、この辺に住んでる友達とかもいるし、家族もいるしと、まあ誰かしら誘ってくれるんじゃないかなと。一番寂しいのが家族が何も連絡が来ないと。これはどういうことなんですか。あの誕生日を忘れられているのか。あの、でも嬉しいのがおばあちゃんから来ました。おばあちゃん大好きなんで僕、ありがとうございます。家族からも来なかったっすね。画面越しの拓也くん久しぶりです。全然見てないからでしょ。1ヶ月ぶりですけどね。ゴジラの氷すごいっしょ。バースデーね、ちょっと変わった感じでやりたくて、氷の彫刻屋さんを呼んで、なんかそのキャパが狭いんで今の店って、この目の前でこの削ってっていうこの疲労的なのを したかったんですけど、これができなくて、もともと作ってきたものを、持ってくるっていう形で、自腹で30万かけました。なんかそれぐらい大きいイベントにしたいなと思って、でも大好評で本当良かったです。なんかもう普段とも違う感じにしたいし、まあ、仮にも2店舗のナンバー、まあ今月はもう約7000アンサーでナンバー2ですけど、はい、まあそのイベントだからもう大きいものをしなきゃなと思って、お金をかけた結果いいイベントになりました。79番さん、アカペラ聞きたかったと言ってますけど、あのね、バースデーの2日目、10日と11日に今2日間やったんですけど、2日目で最後の11時ぐらいにあのアカペラで1曲歌を歌おうと思ってたんですよ。けどなんか、まあ1番だけね、2番までやるのはそのなんかちょっとアカペラだし、この無音の中で歌う気まずさとか、まあ2番最後ラストビとかまで歌わなきゃいけないっていう、まあ最後の方結構地獄を感じるかなと思ったので、まあ1番までっていうつもりだったんですけども、結局まあこういう感じに
なってしまって、あのベロベロになって、まあ、途中までね、なんかあの YouTube とかで、あの、まあ、いまいちリュウジのオールラブっていう曲を、まあ、僕が一番好きな曲で、まあ、ホストをもう超本気やってる、まあ、今も超本気なんですけど、もう頑張って上がりたいっていう、もう早く売り上げ上げたいとか気持ちをめっちゃ強く持ってる時に、あのよく聴いてた曲で、なんか思い出深いし、まあ、大好きな曲だから、この曲を歌って、自分もまあ初心に帰りながら、まあ、皆さんお客さんにもね、そういうなんか、まあ、気持ちを味わってもらうじゃないですけど、まあ、ちょっと前置きとかもいろいろ言って、あのいい感じのイベントにする予定がベロベロで、歌を歌うことを忘れてしまっていました。忘れるってどういうことっていうところだと思うんですけどね、それほど真剣だったんですよ、仕事に対してね。だからその、まあ、10、11でしたけど、12日が誕生日でしたと、予定がなくて、あ、マジでこれもう終わったんだ俺って、もう人生終わったんじゃないかなと、まあ、結構絶望を感じてました。したらやっぱりね、あのこのそらくんが企画をしてくれてたみたいでして、みんなでスポッチャ行ってきました。昨日あの夜中スポッチャ行って、あのバスケしまくって、バスケ、こう見えてバスケめちゃめちゃうまいんですよ、僕大好きで、これわかるかな、これこれ、あーなんか体勢めっちゃきめいけど、これがあのできたら、まあ、一人前的な感じでずっと中学校の時思ってて、で中1の時にバスケットをやってる、中1ながらも試合に出てるってやつと1対1で戦って勝った経歴があるんですよ、僕。だからもうバスケだったら絶対うまいと、そう、なんか掃除とかいたんですけど、もうめちゃめちゃなんか高安戦絶対運動できていいしようみたい なんか体型で決めんなよってとこなんですけどね、あの本気を出した結果、あのマジでびっくりする話なんですけど、50本ぐらいシュート打って1本も入んなかったんですよ。これやばいなって、マジで体がなまってるからなのかよくわかんないですけど、あのバスケ力が落ちました。あのスポーツをできる人間はモテモテになれると思って生きてきた結果、全然できませんでした。はい、残念でした。たくちゃん向上心マジマンジマジマンジっすよ、マジマンジ太ってねえし、たけやさんオーラすごいから大丈夫で、ありがとうございます。最近なんかそれ言われる、自分じゃわかんないもんなんですね、やっぱりね。やった、これはウレピ。曲は、あ、違う、歌おうとしてたんですよ、あの、オールラブっていう曲を、今市くんのね。そう、ちょっと、まあ、みんな来るまであれだし、歌おうかな。持ってきました。どっかしらのタイミングでもう勝手に歌いたいと思います。シュラケンのものまねじゃん。そう、だからあのこの3ポイント分かります？この一番遠いところから打つと3点入りますみたいな、でそれとかをなんかずっとやってたんですけど、マジでもう本当に運動音痴じゃねえよ。いや本当に運動に関しては結構できてたはずなんですけどね。こう見えてあの野球をね、小学4年生から中2の終わりぐらいまでかな、やってまして、まあ、そこからいろいろあっても、もうスポーツとかも何もしなくなってウィーンってなったんですけど、あの結構意外なんですよ。だから年中から、だから5歳か、5歳から、小学2年生だから8歳まで、サッカーをしてました。でこれ誰もし、マジで誰も信じ、マジでぶっ飛ばしたくなるんですけど、マジで誰も信じてくれないのが、あの僕は東京、あ、川崎、あ、ちょっとこれも忘れたからもっと信憑性なくなるけど、ベルディに入ってたんですよ。マジでもう忘れちゃったけど、何にベルディか、川崎だか東京ベルディだかなんだか忘れたけど、サッカーやってたんですよ。ベルリンじゃない、ベルディ、そう、夜身長しむベルディでサッカーをしてて、ベルギーじゃねえや、ベルディベルギーいたらもっとすごいね、神だね。そう、ベルディでやってねえんじゃねえしベルディでサッカーしてて、で嘘じゃない、これガチなんですよ。でサッカーしててで、その時に、当時も多分同じ世代とかだったら分かると思うんですけど、遊戯王カードにめちゃめちゃハマってて、なんかスイマシン、スーガーとか、なんかライマシン、ラーガーとか、なんかこの3人いてそいつらを全員持つと最強になるみたいなあって、このスイマシン、スーガーっていう最強のキャラだけカードで持ってなかったんですよ。あ、これ超欲しいなとずっと思ってたし、あ、めっちゃ欲しいなって思ってる時に、たまたま対戦、休憩時間で対戦してた1個下の後輩がそれ持ってて、小学2年生の時にで、まあ実際そいつ僕よりサッカー上手かったんですけど、まあ何、遊戯王だったらもう絶対負けないと、もう負けられないと、まあ、スイマシン、スーガー持ってるんだったらなおさら負けられないと
まあ、本気で挑んだ結果、まあ、スイマシンスーガの手によって負けたんですよ。まあ、悔しくて、悔しいし、スイマシンスーガ欲しいし、なんか、昔の話ですよ。スイマシンスーガをね、みんな休憩が終わって、練習に行った時に、一人だけうんこ行ってくるっつって、スイマシンスーガを、こう、パクったんですよ。そしたら、それをまあ、喜ぶじゃないですか。中間小学校1年生だし、まあ、子供だし、まあ、スイマシンスーガ手に入ったよ、こんな簡単にと。裏技、裏技、つって。お母さんのところに行った結果、あんた返しなさーいって、めっちゃ怒られて、返しに行きました。すいませんでした、僕、盗みましたと、言った結果、ねんじゃねえよ。そう、めっちゃハマるでしょ。ゆうが本当大好きで。で、その結果、お前何パクってんだよってなって、めっちゃいじめられてやめました。はい、オチはこんな感じっす。はい、遊戯王カードパクったことによって僕の人生が今頃ね、プロサッカー選手になって、この間レアルマドリード対ユベントスでどっちか参加したかなと思うんですけどね。はい、まあ、こんな結果になり、なんで僕はホストとして生きていくことに決めました。はい、終わりっていうか、なんでこんな眠い眠い眠いみたいになってるの。ただの泥棒っすよ。なんかでも、スイマシンスーが超欲しかったから寝ちゃダメ。スイマシンのうまーい、スイマシンの仕業うまい。スイマシンって水の魔の神なんだけどね。発動まあしようかなと思ったけど、パクって返したの今持ってないんですよ僕。で、サッカーをしてましたと。で、小学校3年から5年ぐらいまで水泳してて、これやめた理由忘れたんですけど、で、小4から小5までの1年間テニスをしてて、で、公式テニス、テニスの王子さんめっちゃハマってて、でもこれも前に話したと思うんですけど、いじめられてやめました。なんかもういじめられてやめてきた結果、まあ、結局まずその後で野球にやり、そう、運動落ちてたら本当にうまかった。本当にうまくて、でツイストサーブとか、ピュン、クシュ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 パーンとかなんか、いや、本当にやってたんですよ。なんかそういう風な、まあ、振りっすけどね。なんか、ぽくやりたかったみたいな。でも本当にうまくて、その時の小6の人が市でなんか1番が2番が3番とかそのぐらい本当トップクラスでうまいって人に勝ったけど、誰も認めてくれなくて、嘘じゃんお前ってなって、そっから本当にいじめられて省かれてやめました。なんでかわかんないですけどね。まあ過去そういうことがあったから今の僕があると、ということで、何も問題ありません。よし、完璧完璧完璧、球技全部うまいんですよ。ツイストサーブ本当できますよ。ツイストサーブ神だからね。ブーメランスネーカーは結構めんどくさいからやめた。あんまなんかこう、簡単に技使ってもなんかこう、なんか気持ちがないし。だからなんか、なんつうんだろうな。なんか簡単にできるやつってあんましたくないじゃないですか。だからブーメランスネーカーも今はめんどくさいからやんない。前向きっすよ。前向きに生きていかないとね、やってらんないですからね。もうこんな見た目してね。卓球もやってました。卓球はね、小5から中1ぐらいまで。なんか子供センターでよくやってましたね。楽しかった。バドミントンもできますよ。昨日バドミントンしましたよ。卓球もしたよ昨日。バスケもした。野球もした。スポッチャでめっちゃ楽しかったっす。久々運動して。で、さっきなんか一星が筋肉痛とかなんか言ってたって書いてありましたけど、全く筋肉痛ないっていうところで、まあこれ年取ったのかなっていう。まあ明日になんか来るんだろうな。これめっちゃきついよ。これイチゴミルクじゃない、もうなんか太るから最近結構気にするようになってきました。飲み物に関しては。ご飯は我慢できないんであれですけど。拓也なんとかみたいって、これなんか絵文字みたい、顔文字みたいなついてきてますけど、これなんすか？ピーナッツ？バスケットボール、ラグビーボール。だから飲みますよ。どんどん飲みますよ。はい。まあ、ノンアルだけどね。なんかよく、まあ、この、なんで僕がこうやって、お酒を、本当に嫌いで、あ、ラグビーできないです、全然。ラグビーとアメフト間違えるぐらいわかんないです。何何の話したっけ。あ、お酒が本当に嫌いで飲んでるとかではなくて、ソフトドリンク、ウーロン茶。何例えば、じゃあ、自分の誕生日祝ってもらいます。まあ、今回は誕生日飲んでないんだけど、誕生日祝ってもらえますとか、誰かの誕生日お祝いしますとか、なんだろうな、
なんすかね、まあ、仕事でとかなんかこういうなんか、まあ、仕事でだったらやっぱ飲んで盛り上げたりとかっていうのが仕事でもあるんでやってきますけど、なんつーの、場合によってやっぱ好きなお酒とかはあるんですよ、まあ、みんな分かってくれると思うんですけど、まあ、基本的にお酒は好きではないです。ただ味が美味しくないから、まあ、酔っ払った感じは好きなんですけど、なんかそのあやっべこの後で話そうとしたこと忘れたマジで、やっぱやっべクソつまんねえやつみたいになるよこれ。何の話からこれしたんだっけ。お酒が嫌いで、あ、嫌いなくて飲まない、あ、そう、お酒をこれ飲んで接客をするってなると、まあみんなこのテンションを上げて接客ができるって言うと思うんですよ。まあ確かにそれは間違いないなと。ちょっと待ってくださいね、タクヤの顔見てたら目覚めるってどういうことっすか、マジでマジでお前ボコボコすんぞ、ほんとに。で、タクポ寝ちゃダメ、タクポまだ寝ちゃダメ、タクポ今一人で頑張ってるんで、まだまだお付き合いください、最後まで。で、あ、前回の葵の放送1000コメント言ってなかったから、まあ、余裕で超えちゃいたいなと思ってます。皆さんよろしくです。と、酒を飲む、酒を飲む、あ、で、酒を飲んで接客をするってなったら、テンション上がって、まあいい、やりやすいと。まあ確かにもそれは分かるんですけど、僕逆なんですよね。飲まない方が絶対良くて、なんでかって言ったら、飲んで接客するとテンション上げれるから、向こうがじゃあ酔っ払ってる、お客さんが酔っ払ったりとかしたら、何もうこっちもやっぱテンション上げていくので、こう釣り合った感じがいいからとかあると思うんですけど、なんかこの雑になるんですよね、酔っ払うと。どっから絶対荒出てるし、なんか仕事としてなんか接客としてではできなくなる時があるとか、なんかそう思っちゃうとなんか硬いかもしれないけど良くないと思って、あんまりなんかお酒を飲んでベロベロになりながら接客をするっていうのは逆に苦手です。シラフの方がちゃんと頭使ってなんか考えながら、KY にならないようにね接客ができると思うんで、まあ、さりげなく今自分のねあのアピールポイントを、宣伝しておきました。タクポン見ると眠気がどういうことですか。これ返信、返答ください。起きてたいけどタクポン見ると眠気が、これは、2つ取れます。まず1個、癒しキャラタクポン可愛いなと、見てるとすごい癒される、いや眠たいな、でもタクポン見たいしな、まあ、これだったら許すよ。で、もう1つなんか話がつまんないとか顔がキモいからもう興味ないとか、まあこっち系だったらマジで俺もうそう愛されてるんですよ、タクポン愛されてるんですよ。そうなんですよ、やっぱりまあまあちょっときついですけどね。ででん、その2、何よ、あだ名つけましたよ。あー、まあ結果言ったら、まあ、お酒に関しては、時と場合によって飲む飲まないを分けてみようということですよ。はい、かけやくんはみんなに好かれるようになってよかったです。ずっといじられキャラだったから、なんかだんだん上の立場に上がるにするので、なんかしっかりできんのかなと思ってたらいつの間にかこんなになってました。そろそろ300コメントいくと思うので、歌を歌いたいと思います。何しようかな、つーか俺たち全部歌ったことあんもん、なんか今歌おうと思ってたやつ。ちょっと待ってくださいね、すごい、いやーダメだ、してくれてる人はしてくれてると思うんですけど、何かをしながら何かを、あ、ごめん、ちょっと早く入れよう、歌を。何かをしながら何かをするのが無理なんですよ。だから例えば携帯を触りながら人と喋るとか、だから今電木これプチプチしながら喋るのが難かったんで無音になっちゃうと。でも無音になっちゃったら、話が聞けないと、もしかしたらつまらないと、もっと寝たくなっちゃうと。あ、今もう見ててもらったら分かると思うんですけど、もう電木なんか見てないっすよ今喋ってる時。というかこれ持ってたやつですらもう話してましたから。僕不器用なんですよ。歌はそらくんがして来てからにしようって、お前歌一番上手いの僕なんですよ、言ったらフローズ葵で。なのにいいの、ピンのやつ聞けなくて。いいっすかマジで。よくないっしょ、歌え歌え、今歌えよ、ちょっと待ってね。ちょっとマジ何歌おう。じゃあバースの時に歌えなかったので、これ多分ね前に本当に1回か2回かなんですけど、歌ったことあると思うんですよね。あ、いや歌うまくなくないと言わなくて、歌ってる時気持ちいいから自分が歌うまく感じたいってだけだから、これはもう自己満よ。歌なんて人に伝えるとか届けるとかどうでもいいんだよ、ね、嘘です、ちゃんと聞いてください。心込めて歌いたいと思います。
バースデーの時に歌えなかったんで、歌ったことは何回もあるんですけど、オールラブをここで歌って、皆さんで、いい気持ちになりましょう。はい、 OK、 準備万端。今度の金曜日はフェローズから青に誰が来ますか？多分ね、僕だと思います。次はあの僕の番だったんですけど、土日がなんかそのイベントだからになって前回は行かなかったんですけど、次は多分タケヤだと思います。楽しみでした、タケヤくんの明治ユージのオールラブを入れました。この曲はね、さっきも言ったんですけども、超頑張った時によく聴いた曲で、思い出深いです。ぜひ聴いてください。覚えてね、みんな。いやじゃねえ、ぶっ飛ばす。温かい優しい気持ち思い出してごらん、そうだ不便な日々の中で大事なものをなくしての時歌いたかったっていうのも、みんなに聞いてほしいと思ってたところもありますが、結局は、自己満のところです。なので、その時にねやろうと思ってた前置き前振りもちょっとやりながら今歌いたかったんですけど、ちょっと忘れちゃったんで、普通の感じちょっと歌ってみましたが、ね、3代目が本当に好きで、なんだろう、まあ、鉄板とかなんかいろいろあるんで、最近はちょっとあんまりあれなんですけど、だなんかその今市くんっていう、今市隆二っていう人の歌声がすごい好きで、でなんで好きになったかって言ったら、まあ結局は自分が好きなんですよ。最初になんかこの歌がうまい好きとかいうよりは、なんか DJ やった時もそうなんですけど、 DJ をやってるその音楽のジャンルが好きとかそういうのじゃなくて、DJ が好きなんですよ。大好きなんですよ。結局見出し上がりだったんで、もうじゃ自分がかけた音楽で自分の曲じゃないですけど、それでもみんなが盛り上がってると、まあそれがすごい好きでした。で結局はなんか歌とかもそうなんですよ。歌が好き、まあ大好きですよ。けどなんか歌真似がすごいなんか得意で、もともとずっとで湘南乃風のハン君の声とかも絶対うまいですよ、マジで。歌うまちょっと歌いたくなってきた。あ、歌うまとかに出てる、そのプロの、そしてテレビとかでやってる歌うまとかに出てる、湘南乃風のハン君の例えば純恋歌とか歌ってる人、よりも絶対うまいと思います。いくよ。目を閉じれば億千の星、似てるっしょ結構なんですよ。これ歌うまとか、そのなんかこのなんつうの、何、自分をこのよく見せれる、まあ、場だと思ってて、まあ、前回も出たら、まあ、結局3位で終わったんですけど、なんかこの昔から歌う真似がすごい好きで、そうだから最初今市くんの歌も、なんか何ぽく歌ってみようと思って出してみたら、すごいなんか自分の元々の声から出しやすいような声で歌うことができて、
でそっからなんか3代目をがもう3代目自体が本当に好きになってからっすね多分。そうだよ、ここはちょっとずつってコメントすんだよ、空気読めマジで。お前らマジでお前何のために歌ったと思ってんだよ。うまいと思ってるから披露するために決まってんべよマジで若干ちょっと似てなくはないっしょ。さあ、あの歌真似の方が本当うまく うまっぽく歌えるんすよ。さっきからなんかマジでなんか顔文字ばっかでかっこいいみたいな感じのがないから最近ちょっと寂しくなってきたわ。なんかこの声が似てるやつが出しやすい声だからなんか気も歌ってて気持ちがいいし歌が大好きです。なんか結構ストレス発散とかにもなるし、だから時間まあ空く時のあれですけど空いた時とか本当に例えば30分空きましたとかなんかカフェで携帯も触るとか、まあ、外で仕事するとかじゃなくてカラオケ行ったりとかする時も結構あるんですよ。一人でホスト始めて多分あとねホスト始めて来月の7日で3年になるんですけど何初めて半年目ぐらいで初めて人から行ってそっから結構ハマってるんですよ。僕大好きなんですよ。だからもう歌を歌うことだったりとか、まあ、今自分がこうして生きていることとか、じゃあさっきも言ったけどいじめられてたこととかそういうのを全部今まで、自分の、生きてきた、何、まあ、過程といいますか今までそういう風な生き方をしてきて、まあ、今の自分があると思うんで、歌、DJ、まあ、全部、含めて音楽、だったりとか、スポーツもそうですけど自分の好きなこと嫌いなこと好きな人関わってきた人関わってき、たことによって得たものとかやっぱ今までこう生きてきた、自分の生き方があっての今があると思ってるんで、全てに対して感謝しております。今後とも拓也くんのことをよろしくお願いします。ということで結構照れくさくなってきたんでこの辺で CM の方どうぞ。慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりロミジュリっすね。めっちゃ寂しいんだけど絶対あいつらなんかチキンとか食いながら来てますよ。みんななんかマジでイカれてるってこれ。イカれてるよ絶対。なんかちょっとなんか振っていやさっきなんかねいきなりちょっと真面目な感じの話しましたけどなんかこの今回の、まあ、バスでもう終わっちゃったんで宣伝とかじゃないんですけど、まあ、僕がこういう考え方をして、最近、生きてますというのをちょっと聞いてください。ちょこっとだけ、まあ、本音で話します。あのさっき言ったその今までの生き方、全部出来事そういうの一個一個のことがあったから今の自分があって、今こうしていられるっていうのは本当に本音なんですけど、なんかまあここの今のこの3年間で人としてすごい成長できたなと本当に思ってます。なんかさっきも言ったけどその、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、昔から先輩にいじられるキャラで、まあ、後輩とかそういうのはなかったんですけどなんか笑われて笑わせて笑われて生きてきたみたいな。だから自分の魅力って何なんだろう。面白いとこしかない、面白い風なところしかないとかずっとそうやって思いながら生きてきて、でもともと DJ しててその今北海道に行っちゃってる人がいるんですけどその人の、紹介で、今のお店に入りました。っていうのもその時もちょうどなんか6年間ぐらい飛びの仕事をしたんですけどなんか将来どうしようと20歳の時21歳の時将来どうしようとなんか18ぐらいから結構ちょこちょこ思ったりとかしてたんですけど、なんか音楽好きだしなんか自分の好きな先輩とかもバーとかやってたしなんか自分はどういう生き方をしていこうかなっていうふうにいろいろ考えた時に、そういう話があって、で最初ホストとかすごい嫌でなよなよしてるようなイメージが最初あったんですよ。一人一人
なんかおかまじゃじゃないですけど、なんか考えも緩くてもうチャランポなんやってみたいなイメージがあったんで、自分がホストをやるっていう想像は全くつかないかったし、なんか言われた時も全然実感わかなかったし、もうやろうっていう風な感覚もなかったし、本当興味とかなんつの興味関心が本当に一切なくて、で最初は断って、でもなんか話だけ聞いてくれって言われて話だけ聞きに行きましたと。でしたらなんかいろいろ努力すればお金稼げるんだよとか、なんか人としても成長できるんだよとか、まあいろいろ言われて、なんかその最初に会ったなよなよした男たちが集まってるってイメージがそこでまあ払拭できたということで、なんかまあ僕もつか自分なりにちょっと一回ぐらいも死ぬ気で努力してみようっていうので入って今があります。なんかホストのイメージいろいろあるとは思うんですけど、ぶっちゃけ言ったらもう今の自分が将来失敗する未来なんて一切見えないし、これはもうなんつうんだろうな、なんか言葉これ以外浮かんでこないが、天狗とかのそういうなんかニュアンスとかではなくて、慢心とかそういうニュアンスとかなくて、なんかもうここまで来れて、ここまで努力で続けることができて、今こうしていられてる自分がこの先何かつまずくことがあるのかとか、考えていろいろ行動をしてはいます。今た時に、例えばじゃあ今ホストの仕事が終わって、例えばじゃあなんか将来的になんかやったりとか、じゃ自分が別の仕事したりとか、した時になんかここで絶対活かせるものって、まあ今の自分の人間性だったりとか、考え方だったりとかだと思ってて、なんだろうな、これよく従業員にも言ってるし、お客さんとか話してるし、ずっと持ってる考えなんですけど、自分の人生に後悔、生き方に後悔は絶対したくないんですよ。後悔をするイコール、失敗だったりとか、まあ、そこを経てなんか得るものだったりとかっていうのはあるとは思うんですけど、そこはなんか自分の中で絶対したくないというか、だからもう本当に考え方次第なんですけど、この入れた炭とかも入れた効果はしてないんですよこれはそうですけど、なんかめんどくさいんですよね、やっぱり。だけど自分の生き方に効果はしたくない。ただ、なんかやっぱ自分何にでもなんかもしっかりした考えも持ちたいし、これから先ホストとしても、一人間としても男としてまずは、もっと成長を遂げて今後、自分の人生をいいものにできるように、していきたいなと思ってるんで、これからもね、人として応援の方よろしくお願いします。絶対最強になるから皆さんよろしくお願いします。ということでね、皆さんお待ちかね、そらちゃまじゃーっしゃん、めっちゃアピールしてましたね今、なんか、俺も20分、15分ぐらいマジで自分の生き様みたいな話したよ。やってきましたお二人です、拍手。どうも、なんか意外に、うわ、全然コメント言ってないじゃないですか。いや、さっきの真面目な話は本当に全然コメント言ってない。いや、もうマジ今すげえ真剣話してたから、なんか何、いや、自分の、まあ、バースデーを経てなんかこれからどう生きていこうとか、はい、バースデーをこうしていきたいって思いながら、まあ何考えてなんかいろいろ動いたとか、まあいろいろ話してるんですけど、話してたんだけど、はい、あ、いいですか、こんな感じで今ちょうど来たから話を終えました。あ、すみません、言ってんの元カノの名前じゃん、シャツ名前とかじゃない。いやー、やめなさいよ、やっぱなんか変だよな。これ誰、これ社長にもらったやつです。これラル…あ、違う、ラルグリーじゃない、なんだこれ、これ何でしたっけ、シカ、あれっすよ、何でしたっけ、あの、結構有名なんですよ、これ。ラルフローレンのモドキみたいな感じ。ラルフローレン、なんかこんなやつ、まあ、あのー、何でしたっけ、名前忘れましたよ。イーストボーイみたいなやつ、よく中学校の時、秋葉のお宅かよ。違う、秋葉のお宅はここ止めなきゃダメなんだ、お前偽物だよ。だから偽物って一世来る途中になんか服どんなのがいいですかねみたいなの言っててな、何系が似合うんだろうなってなって、つかマジで着替えてきたんだ。着替えてきました。だからスーツが無難に似合うんじゃんって、スーツなんかちょっとおしゃれな、なんかスーツ買ったらってなってて、はい、でもやっぱおしゃれでスーツおしゃれで私服なんかお客さんの外で会った時にめっちゃダサかったら、なんかそれもそれでだよなってなって、どうしようって。やっぱシンプルなんですよ、多分僕ユニクロとかでいいんですよね。あ、そうなんだ。まあでもジーパンに T シャツって人だよな、多分。絶対そうっす、大輔さん系じゃないですか。お前大輔のことばかりしたんだよ。違う違う、そういうわけじゃないですけど、あの男らしい格好的な、そういう感じですね。なるほどそう、それ短くないと思って、それサイズ何って言ったら L って言うんだよ。いや、これ本当に L なんですよ。短くないですよ。じゃあホストがこれ長いバージョン着てるじゃないですか。
いや、まあ、やめてください。コメント出ないんだけど、あ、法事できてきた時かっこよかったよって。なんなん、物によるんじゃん。物によるんすね。友達怖がってた。なんなん、コメント出ないですか。今日もいい感じでコメントが画面で見る感じ、いい感じだな。いい感じです。あ、こっちフレッシュ、いっぱいでいいんじゃん、ほんとに。いや、もうほんとにいいと思います。無難に、はい、ザ・キング・イズ・ナッケド。すごいこと書いてる。みんなお酒、お酒飲む？お酒はいらないですね。お酒はいらないですね。さっき酒なんていらねえんだよって話してた。いや、もう酒なんて飲んじゃダメですよ。いらねえんだよっつうか、いや、なんか酒飲んで接客をしたらアラが出るから白布のが良くないって話してた。ああ、まあ間違いないですね。で、僕でも酔っ払わないと逆にテンション上げれない話なんですよね。あ、っていう話もさっきしてた。ああ、だから それはなんかそうだと思うよっていう話をしてた。その後が嫌なだけですね。あ、そこそこそこ。あ、わかるそう。あと、あとですね。なんで仕事終わった後と思う。いや、そうです。気が抜けた時が、なんかその気に張り直すのがなんか難しい。ドーンってくるもんな、酒。来ますよ。仕事終わった後。なんなんですかね、あれ。意識ってすごいなって思う、本当に。すげえ嬉しい。テンション上がる。タクヤより伊勢くんの大きく見えるのはなぜ。当然よ。決まってんじゃん。言ってみ。言えよ。あ、僕はでかく僕はでかくなるってことですよね。見えるってことですよね。うん、そう。顔がでかいからじゃないですか。顔がでかいから。見たいコメントがあったんだ。なんかいいのあったんすか。とりあえずじゃあ乾杯でもしますよ。これいいですか。入ってるの酒。あ、入ってないですね。入ってないんかい。はい。めっちゃオフモードじゃん俺ら。でもめっちゃオフモードっすよ。サワカイですよ。あ、ここまでしか見えないんだ。ソラさんが怖い。それはないよ。言われたことない。俺が怖いなんて。え、でもソラさんのこと怖いって人結構いるっすよ。え、マジで。マジっす。なんで。なんか、なんなんすかね。なんだろう、なんかしちゃうけど。僕は怖いって感じたことないですか。まあ、口数少ないからかな、まあ、じゃないですか。ね、一世みたいなキャラだったらもっと人生楽しそうだなって思う。キャピキャピとか、なんか女の子もそうだけど、なんか男もなんか楽しそうな掃除とかさ、はいはいはい、なんか人生楽しそうだなって思う。なんか ああいう性格だけで、なんかああ、ちょっとプラス思考だしみたいな。そう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 、恋だったらなんか一世なんか病んでんですか。あ、意外といい人ですよ、本当に。僕意外に。え、なんすか病んでるって。え、思うね。え、僕ですか。適当に言っただけなんだ。全く病んでないです。全く病んでないです。よいしょ。ソラさんちょっと冷たいそうですよ。ソラさんちょっと冷たいんじゃなくて、ソラさんはあの相当なる人見知りなんです。そしてシャイなんです。僕入店した時本当にすごかったっすよね。プリッとしてました。いや、もういや、なんでおならの効果を出すんですか。いや、なんか葵とかの時、なんかすげえいろんな人体験の時話しかけてくれるんですよ。多分なんかみんな頑張ってくれたんですよ。入店つなげようってこうやってくれるんですけど、僕ほんと人見知りなんで、なんかほんとに沸騰しくて。沸騰しいとか言うなよお前。いや、これじゃもうなんか同じ人が良かったんですよ、ずっと。俺じゃないの。俺喋ったんだよ、ラグ。いや、タッカーじゃなかったかな。もういや、俺全く覚えてないんだよ。全然僕も覚えてないしね。まあ覚えてない。俺だね。え、僕っすか。あれ、なんかお前。いや、僕じゃないです。僕、大輔さんとマギさん。あ、そうなの。え、俺のことなんか言ってなかったっけ。いや、主任は1週間ぐらい話さなかったっすね。へー、そうなの。逆に逆やそうなの。え、こんなこと最初なんか怖い人だと思ったんだっけ。なんかちょっと挨拶してもくらぼったい人だなと思って。本当に。いや、本当に絡みにくかったんですよ、僕主任。マジで。え、これガチっす。今は。今は絡みやすいですね。どんな感じ。でも、こんな感じです。あー、お前ダメだ、全国公開。そうなんだ。一星さん、かっこよくなったなって。伊勢かっこよくなったよ。伊勢かっこよくなったよ。いや、もういいっすよ、見せなくて。伊勢入ったばっかの写真ありそうだよ。超いますもんね。お前いつ入った。僕9月ですね。2017年の。そうっすね。うん、9月。じゃあお前まだ9ヶ月なんだ。そうなんですよ。俺の9ヶ月目の時と同じぐらい。あ、今伊勢いた。いました。これは違うっすね、もう仕上がってる時ですね。仕上がってる時か。じゃあ違うじゃん、2016年の。あ、今2017年じゃん。あ、すみません、16ですね。俺の話持ちきれない。ソラさん、ソラさん一斉ねーよー。ソラさんと、ソラさん人気者だからね。人気者っすね、うん、この画面上の時だけなんですよ。え、人気者じゃん、ソラさん。ソラさん人気者だよ。ソラさんアイドルっすもんね。そうだね。いや、マジで
ソラさんと代表はアイドル感ありますよね。いや、だから、ね、代表に関してはまあちょっとなんかその中でもなんかお笑いも取り入れてっている感じかな、はい、ああ、そういうところですね。ソラはなんでそう見せないの。なんか自分はもうそっち路線でも突っ走ろうみたいな、これを極めようみたいな感じだ。いや、本当にただ単純にできないだけなんですよ。そうなんだ。やろうとはしてんの。前ありましたね、あのはじめさんがすげえ無茶振りしてくる時期があって。ああ、一発ギャグとかですか。本当に一発ギャグみたいな、ソラ。そう、あ、困ってる、困ってる。いや、なんなんすかね、なんかもう本当にはじめさんが最初本当それで苦手になりましたからね。あー、そういうのありますね。そう、もう初回とかもはじめさんつくとなんかその落ちるんだ。うわぁ、来たこのくだりと思って、いち早く抜けようとしましたもん。マジで。いや、僕もなんか入ったばっかの頃つくと、掃除さんが一斉の一発ゲーバーでサンサンってつくせきでやってきて、いちいち、うわぁ、あいしゃー。え、この子どんな、この子だとどんな気持ちになるだって。今こう誰か拾ってとか、はいはい、うわこれ滑ったとか、はいはい、うわってなんて言えば、これ何の一発ゲーって言えばいいんだろうとか、はいはい、あ、今やったことに対してですか、うん、あ、まあやって満足かなみたいな。あ、なるほどな、はい、なんか滑ってもいいやみたいな。おー、それいい感じ。うん、そういう感じっすね。え、何やろうってまずなるじゃん。だってさ、じゃあそれ振られ、あ、何やろう、どうすんのこれ。いや、もう何やろうってなって、もう考えた結果がうわーって言って倒れることしかなかったんでやっただけです。なるほどね。うん、それだけです。まあ確かに俺もいきなり言われてもおっぱいしか言いようねえもん。そうっす、うん、で、主任の一発ゲームまで3、3、2、2、1、1、おっぱいって感じな。じゃあ、ほんとに笑えなくてもやって気持ちくないですか。でも、もし、まあ、今の中では気持ちいいよ。そうですね、おっぱいって言ってからのおっぱいだから。そうなんですよね、うん、コメント止まったね。確かにコメント止まったんだね。来てから俺100しか伸びてないからね。あー、くしゃめ出ちゃったらしいですね。マジに僕のせいで。気持ちいい。マジに、マジにそれ。マジにですね。マジに、まあ、確かにね、一発芸で受けを取るって結構すごい。むずいっすよね。いいっすよ、まあ、体張るとかも勢いしかない人だって一発芸なんて。なんか、まあそうっすね、勢いしかないんじゃないですか。だって後輩とかみんななんか最初一発芸練習してるんですけど、受けてんの見たことない。しかも一発芸って受けるけど一瞬じゃん。話だったらさ、ね、聞いてて長く楽しめるじゃん。まあそうですね、うん、だから、まあ、初回とか来たお客さんで一発芸やってっていうのはやめてほしいですね。まあそうだね、そうだね、打ち殺すぞって話ですね、はい、一発芸やってと焼酎ストレートはやめてほしいですね。これなら、ニコ生で、いやだ、ニコ生でヒロヤとか出た時に、はい、ヒロヤが編み出したんですけど、これ何だと思います。これ何だと思います。なんすかこれ。いや、みんな、これ何だと思う。ビリーズブートキャンプですか。違う。何なんすかそれ。何だと思う。何でしたっけそれ。チューチュートレイン。もっと笑え。え、そんなつまんないこれ。チューチュートレインって何なの。え、チューチュー、こんなのあんじゃん。パンクアンウィーヒーデステーステ同じ風の。そうから、このチューチュートレイン、こうやってやんじゃん。あ、それの腹バージョンってこと。チューチュートレインみたいじゃん。グイグイ、ええ、忘れも入れましょう。絶対入れますか。いけないところで滑った気がする。大丈夫大丈夫、入れても大丈夫。全然わかんない、ないんだ。いや、僕もわかんなかった。いや、多分これ自分でなんかネタ化しようっていうふうに思いながら多分ヒラにそれを言われたから、はい、だからデブじゃんできない、だから特権なんだよ。だからこれは即もう俺のネタ帳入りだと思って、ネタ帳があるんでネタ帳に入れたんですよ。腹で波作ってチューチュートレイン消しますね。消しますね。そんな目もあるんですか。でも今こんなねんじゃねえ。見て笑った人がいないかどうか気になりますね。気になるね。書いてほしいですよね。うん、多分大体笑ってない。大体笑ってないですよ。滑った感出てたもん、ここで。で、まあ、ここの感じで分かった。だってこっちの感じが笑ってなかったらさ、ダメじゃん。もう気使って笑う側なのにさ、笑ってないじゃん。誰ももう気使っても画面越しに気使ってたのにね、もう。考えるの必死だったもん。何マジで。お前最初なんつったっけ。何ですか最初。あ、ビリーズブートキャンプライズアップとか出てきて。いや、まだいけるよ。葵のコメント数より多いよ。つか、なんでマジで。おかしいぞ。でもあと10分あるんでね。974コメントとかそんなだったかな、葵。だから一切いかなかったらクビになるんで、僕よろしくお願いします。お願いします。なんか毎週企画して何かしら1個やりたくないですか。でもなんかせっかくなんで。あ、なるほどね。なんか何をやるの。いや、俺いつも考えてんだよ、いろいろ。ああ、そうなの。いろいろ考えてんだけど、だってさ、なんかさ、やっぱ今までのとやっぱ比べちゃうじゃん、どうしても。ああ、まあそうですね。今までのやっときってもうフリートーク番組みたいなドーンってやってたから、なんかここを変えてしまっていいのかとか、なんか
この通り引き継いでいかなきゃいけないんじゃないかなとか、でなんかやりたいね、いつも違った感じで、ね、なんかさ、あれじゃないですか、前テレビでこうなんかこうテーマがあって、そのテーマについて話すとか、うん、前だったら、前テレビでなんかそのなんか恋愛の、なんでしたっけの何なんかテーマとかあってそれについて語るだったりとか、うん、テロップあったりとかして、うん、それいいね。あ、すいません、あ、ごめん、なんか癖で言ってた。それだけじゃあね、まあ企画に関してはこれからマジで考えていきたいと思います、僕とソラで。ソラはそういうなんか発想はいろいろ豊富なんで、いろいろ意見交換してやっていきたいと思いますが、リスナーさんの皆さんも、ちょっとこの今からちょっと CM 入るんで、その間に考えて、その間にブワーってちょっと書いて、まあ、750コメントくらいとりあえず軽くね、いっちゃっててください。それでは CM の方どうぞ。えい、世界慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか、やっぱりロミジュリっすね。CM 終わりましてね。まあ、恋バナが多いみたいですね、そらさん。女の子が、まあ、基本見たのが、なんか好きだな、本当にな、恋バナな、女の子。女の子好きですよね。恋バナだけで 3,4 時間語るらしいですからね。すごいな。すごいっすよね。男なんかまあ話さない。恋バナなんで。男なんか何話してるかな。パチンコと仕事の話と。仕事がないな。仕事の話ですよね、大体9割が男は。つまんないですよね。ね。一斉みたいなギャグしてみんなでなんかけなしちゃってるだけだもん実験して罵声浴びせれるもんだと思います。まあ間違いないですいじられて終わる感じで。フェローズにも行きたいって葵の人っすかね。いやそうだろうけどなあ、無理なのが現状やからな。まあ無理な現状っすよね。そうもう連絡ぶち切って半年ぐらい後ぐらいにね。それしかないっすね下ネタ話すの男、下ネタしか話さなくないですか？あー、まあ、下ネタ、うん、話すけど話すか。みさ、顔が下ネタみたいなもんだから。いや、僕は顔が下ネタのようなもんですからね。ん顔って言われますからね。ガガオ？ガガオって言われますからね。じゃあもう、ソラさんもこういう話してください。もうなんかテーマ、今日例えば初恋だ、初恋とかでいいんじゃん。初恋？忘れられない人との恋愛とか、ジャンルちょっと選んでもらえましょう。だったら初恋な。そらさん下ネタ話すよ俺全然。そらさん下ネタあんま喋るイメージはないですけどね。下ネタ、下ネタは話さないと思います。なんか女の子最近やっぱ下ネタ嫌なのかなってやっぱ思ってるかな俺は。まあわかんない。でも女の子が下ネタ言うと若干引きますもんね。逆にそれはあるね。なんかビッチ感出るっていうか。出るっすよね。だからやっぱ女の子も嫌なんじゃないですか、下ネタ言うの。そうなのかなって思いますけどね。それさ、あの初恋の話してもらっていいですか。初恋なんかどっからが恋だったのかっていうのがちょっといまいちわかんない。あの例えば幼稚園とか保育園とかのとこってなんか初恋なんかなっていうか。あー、まあ、濃い、ちょっと難しいところっすよね。中学生ぐらいでリアルなさ、そのなんか付き合うとかって行為があったりとかさ。そうっすね。だったら形がないと分かんないですよね、今思うと。確かに。で、初めて付き合ったの何歳なんすか。何歳だろう。あ、初めて付き合ったの小6とかなんじゃん。小6で付き合ったっすか。え、なんかない、そういうくだり。いや、小学校は僕ら付き合うとかなかったっす。え、告白してじゃあどうすんだ。いや、告白してそのまま終わるみたいな。
何の好きだ、私も好きで付き合う発想がないんですよ。え、何をすんのそっからじゃあ。いやだから何もないんじゃないですか。告白して気持ちよくなっちゃうだけじゃないですか。え、だって見てる人小学生で付き合ってた人いるんすかね。だってえ、小6っすか。で付き合って何するんすか。一緒に手つないで帰るとかっすか。え、それぐらいなんじゃないの。やったとしてもなんかリコーダー一緒に吹いて帰るみたいな感じですか。いや、キスは行かないな。でもキスは小学生してない気がするな。してないと思う。小学生キスあんましてる子いないですよね。ああ、今の子たちは早いらしいね。なんかなんでもね、やってるらしいですね。いや、だって俺のめっちゃ仲良かった友達小6で初めてやってた。いや、それはすごいよ。小6で、小6でやるって恐ろしくないですか。同級生マジっすか。早くて中1とかでしたからね、僕ら。まあそうだね、中1でも早いじゃん。中2がまあまあなんかアベレージなとこなんじゃないの。でも、はい、子供できてさ、はい、なんか嫌じゃない？中学生でですか？そうだね。中学生で子供、いや、だから子供がこう家連れ込んできてなんかちょっと聞こえとかさ。ああ、そういうことですか。そうそう、自分たちがポカになってるとか。そうそうそう。いや、もう怖くないですか。だって今のスピードだなって俺らとなったらってもう小3ぐらいもやってるかもしれないからな。そう、半端ないですね。そうする、中もう自分たちが親で。でも何て言ったらいいか分かんない。でも本気って言われたらなんか小学生、え、小学生同士で。そうだそうだよね。早いんじゃんって。いや、でも本当に何でかかんとかって言われたらさ、僕たちは本気なんだよって言われたら。そうそうそう。いや、そしたら何て言います。どうなんすんだろうね。子供用のゴム探すかな、ウェブで一旦。ああ、コンドームは絶対つけてくれって言いたいっすね。俺やばい人とも下ネタなってんだよ。下ネタだけど結果だから男こうなっちゃうんすよ。女子校はどうすれば。女子校の場合は夜中10時ぐらいにも駅で一人立ってるしかないんじゃない。そうね、新宿立ってればいいですけどね。大体けど新宿渋谷あたりですぐ経験できるんじゃない。経験できますけどね。竹谷さん呼んでますよ、みんな。竹谷さんいなくて寂しいって来てます。寂しいって。ちょっと待ってちょっと待って。いや、やっぱ自分の言葉だって受け入れられないって書いてありますもんね。そうだべさ。最近の恋バナとかないんすけど。確かにな。それか、俺マジやべえんだけど。どうすか。どうしたすか。いや、俺、いやいや、ちょっと待ってよ、仕事忘れてた。うぅ、タクポムうんこしました。おかえりー。それ手拭いたっすか。手拭いたよ。拭いたっすか。洗って。洗ったっすか。一応確認する。手拭いた。ズボンで。タクポン。え、てか今日一星はなんでこれゲストだったんですか。あ、そう、気になるっすよ。最初に言った。あ、そうだ、消化するの忘れてたわ。何のための一星か分かんなくなってたわ。まあなんか、そうっすね。まあいっか。もういいんじゃないですか。よくねえ。もうほとやよくねえ。改めて、はい、一星なんですけど、はい、もともとずっと、まあ、みんなで葵でやってきて、3月から葵とフェローズ別れるってなってから、まあ、どっかしらの節目で、まあ、入れ替えをしようと、まあ、最初から話はなってましたけど、どのタイミングで来るかっていうのは僕も全然知らなかったんですけど、まあ、ここのタイミングでやっぱできるやつが欲しいということで、葵からフェローズにやってきました。一星くんです。どう。鼻が高いね、でもね。鼻が高いです。なんか主任 PR 上手くないですか。嘘。今めっちゃ上手かったっすね。興奮してるね。興奮してますね。やばいね。あ、気持ちいい。あ、だんだん広がってるね。あ、広がってますか。装置じゃなくてお前だったね。そうなんですか。装置だと思ったんですよ。いや、僕じゃないと思ったんですよ。俺も装置、あ、一切逆にないと思ってた。真央か、ソウジさんだと思ったんですよ。俺、真央がないと思ってたから、俺、装置だと思ってた。そうだったんですか。おい。いや、だからもうびっくりして上の人に言われた時に、自分なんですかって言っちゃいましたね。マジで、はい、って言うなよお前。いや、じゃなくて、いや、そうじさんだと思ったんで、自分みたいな。いや、でも一世来てから変わったよ。楽器もそうだし、まあ、お客さんの入り具合もそうだし、はいはい、全体的に変わってきたと思うよ。あ、本当ですか。一世が入ってきたことによって、はいはい、うん、またうまく言うじゃないですか。今のはでも最後、わざとらしかったんで、今わざとらしい感じでした。でもなんか今日暇だったな、一星。なんかな、なんで今日店暇でしたね。なんで、なんで。いや、主任のバースデーにみんなかけすぎてて、お客さん大変だったんですよ、多分。俺が疲れちゃったんですよ、みんな。俺が今日しょぼかったから。なことないっすよ。しょぼかったよ、俺。全然生きてる方っすよ。ないっすよ、なそう。え、なんすか。ないや、全然今の
一斉さ、これからさ、フェローズになってさ、なんか、はい、あ、もう売れるわーとか言ってんじゃん、よく。はい、言ってます。なんかガチな、これからこういう気持ちでやっていって、はい、こうなりたいです、自分は、みたいなの言ってよ。こうなりたい系ですか。いや、まあでも、こうなる。あ、もうガチで、もうお客様はもう一日。ガチで、もうちょっとカメラ目線で。まあガチで、まあそうですね。まあお客様、まあ葵の時よりも今はすごい呼んでるんですけど、まあもっともっと呼んでば、まあ今なんかはフェローズ主任と、なソラさんでなんか成り立ってる感が、まああると思うんですけど。ねえなってると思うんですけど、まあ。真剣に話してたから、真剣に思う。あ、すいません。まあ2、3ヶ月で、まあソラさん。やっぱ抜きたいっすね、頑張って、とりあえず。マジ言ってんのそれ。マジっす。え、何ヶ月で。まあ、3ヶ月ぐらいです。おー、まあまあできたら、まあ幹部なって。でも言っとくよ、いいっすね。はい、ソラさん、うん、いけたら抜きたいっすね、うん、できたら幹部なってって言ってる時点で絶対無理だね。わかりました、ちょっと訂正していいっすか。うん、もう一回だけね。もう一回っすね。はい、ペクト。はい。まあ、ソラさんいいっすよ。まあソラさんはまあ絶対抜いて、まあ幹部になって、まあ僕中心にやっぱね、ソラさんと、まあ主任より下の子たちをやっぱ引っ張ってって、まあいい店にして、今フェローズちっちゃいじゃないですか。お客さんもこんななんか狭そうにしてるんですけど。あ、ちっちゃい、そっちか。そっちです。だからまあ大きい店に移動してね。あ、葵をフェローズにして僕らが葵で営業するぐらいな感じでしたいと。そこはね、あの一つね、はい、もっと嬉しいことが決まってることがあるんですよ。え、どうしよう。まあ言わねえけどね。ないとかじゃないですよね。あ、マジある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 。あ、本当っすか。マジある、マジある。マジっすか。今年がマジでかかって、今年の俺らの動く、特にこの3人、まあ、はい、安、ヒロヤとか、まあ、全員そうだけど、の、努力次第で、まあ、どうにかなります。マジっすか。今年中に。今年中に。はい。1分前です。あ、30分過ぎちゃった、なんか。30秒言って、30秒言っていいですか。30秒言うから30秒言って先に。わかりました、うん、まあ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 、ね、まあお店でかくなるんじゃないのって書いてあると思うんですけど、まあ僕の力で、僕の力で大きくしたいっすね。おー、実際。なるほどね。したいっす。今年中に拡大移転みたいな。あ、言っちゃったー。うわー、言っちゃったー。でも50択のとこ行くの言っちゃったー。いや、そんなでかいとこ行くんすか。うん、そうなんですけどもね、はいはい、まあ、今最後に言ったことは本当でございます。今年中に最高の結果を出し、まあ人数的にも増えてきて、中継も育ってきてくれて、まあ大きい店に行っても行けるとなった時に、今年中に拡大店できればいいなっていう感じの話が出てるような、出てないような、まあまあ、なんですけども、ここから、僕ら全力で頑張っていきたいと思います。はい、それでは、本日のゲストは一斉でした。これからフェローズ最強なので皆さんよろしくお願いします。また再来週。